林義政です。29日ではありますが、あえて苦言を申し上げたい。新蔵は容疑者のまま死亡です。容疑の決着をつけてもらいたい。大阪の行政マンの尊い命が失われた。噂によると、新蔵及び部下の佐川の凶暴。く。いくら時間があっても語れない。そんなとんでもない犯罪に関わっていることを確認しよう。国葬で外国の来賓が来た時には、神蔵の犯した犯罪を共有しよう。